どうも、お疲れ様です。まあ、今回はね、吉谷さんのここがすごい、吉谷拓郎のここがすごいで言ってみましょうか。あの、やっぱね、吉谷さんの面白いところっていうのは、まあ、六本木ヒルズから、あの今の鹿児島に移る前に、賃貸の物件をね、探すことすら放送してましたよね。あれもね、なかなか面白かったですよ。自分が、 引っ越すとしたら、ああ、こんな物件があるんだ、あの物件があるんだ、こんな土地があるんだ、みたいな感じでね。うん。やっぱり、東京を離れるって決めて、それ以外、どこに住むかっていうのが自由であるってことはね、不安な面もあるけども、なんか新しい生活にかける期待もあって、ワクワクするなってところをね、あの時共有してたような気がします。それから、あ,のあちこち行く途中、まあ、いろんなところでね、パソコンパチパチ叩いてるところ、まあ、それすらも放送したところですよね。あ、本当に、常にやってんだ、みたいなね。 移動中中のの車の中からでもね、ね。全然放送しししてましたし、ねうん、だからあ何もかもが切り取れるんだなっていうところですよねで何もかもに興味を持たせることもできるとまさに料理動画からコンテンツ売るみたいなこともあったりとか入り口をね多岐に開いてるっていうところは非常に参考になって私もね YouTube で型をはめることはないなっていうふうに思いましたね、まあ、いろんなところを放送してで自分ってものを知っていただいて、まあ、それによってね 最終的に、こう、商品販売とかにつなげていくっていう。まあ、入り口はどこでもいいんだなっていうところですよね。出会いはもう無数にあればいいわけですから。うん、それから、実際に、え、独立して、まあ、少ない再生数でね、なんか、セールスしてましたけども、通常は、あの、ある程度、 リストが集まるまではセールスをかけないもんかなと思ったんですけどもそれでもねやっぱ今日の売り上げっていうのは絶対いるわけじゃないですかその時にやっぱり少ない再生数でもちゃんとね物を売っていこうっていう姿勢とでそれをした時に多くの人は再生数取れないわけですから少ない再生数でも実績が取れるよっていうふうなことがまさに吉谷拓郎の道になるなと思ったんですよね。 でそれから、まあ、当時は私、再生数結構多かったんであんまり気にしてなかったんですけども、少ない再生数でも売り上げを作るっていうのは、まあ、簡単なことではないんだけども、不可能ではないよねと、私も考え方が変わって、1リストあれば売れるものは必ずあるよねっていうふうな思考にこう発展したわけですよ。まあ、つまり人っていうのは、毎日誰かにお金を払いながら生きてますからね。ということは、その誰かに自分がなることは可能だってことなんですよ。 で、ここにね、こうガスの、こういうふうなね、チラシがポストに入ってましたけども、ガスだってね、やっぱこうプロパンガスとか都市ガスとかあるわけなんですけども、中にはオール電化みたいな感じで、ガスを使っている人が別に切り替える、その瞬間もあるわけですよ。で、その時に何か切り替えるべき理由を与えたりね、モチベーションをこう、授けていくと、 まあ、お客さんっていうのが、自分から商品を買う可能性はあるよねってことなんですよね。まあ、ビジネスって、結局。まあ、人にね、お金を出させることなんで,で。お金を払うってことは、その人にとって。もっといい暮らしがあるっていうふうに、思っていただくことから始まるんじゃないかなと思うんですよ。ね、何が起こるかわかんないけど、とりあえずお金出しとこうかって、なかなか思わないですからね。うん、だから、アプローチがすごく大事だろうなと思ったんですよね。 で、そうじて、その、ドリームアカデミアっていうものがありますし、私はそこに入ってるわけではないんですけども、ただ、まあ、吉谷さんのね、動画をね、見ておけば、それだけでもドリームアカデミアは、もうできるなと思いましたね。もちろんこれは自信力があればの話ですけどね。まあ、そういった形で、吉谷さんのドリームアカデミアっていうのは、別に入らなくても、もうね、受講することができているって状態じゃないですかね。うん。だから、それもすごいことですよ。うん。だから、自信力が、 磨かれれていれば特にね、うんあの、ドリームアカデミーに入らなくても大丈夫ということなんで、入らなくてもいいよと。でも、それができない人はやっぱりね、入った方がいいよということですよね。要するに、受信力がないわけですから、ドリームアカデミーに入って、受信力がない人でも、分かりやすい講義っていうのをね、しっかりとやっていくっていうことになるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ、今日は天皇誕生日ですね。行ってみよう。